地球の両端に位置しているブラジルと日本は125年間にわたって友好な関係を築き、お互いに多くの成果を生み出してきました。その礎となったのが1895年明治28年11月5日に両国政府によって調印された友好貿易公開条約です。日本ではあまり知られていませんが、ブラジルは世界で最も多く日系人が住む国で、その人口は現在150万人以上に上っています。なぜなら1908年明治41年に南米移住が始まり、多くの日本人が職を求めてブラジルを目指したためです。そして同年6月18日、日本人を乗せた船カサドマルが初めてサンパウロ州サントス市に到着しました。この歴史的な日から70年間にわたり、約20万人の日本人が同じく海を渡りました。当時日本は深刻な不景気で、飢餓と貧困に悩む家族が大勢いました。一方ブラジルはコーヒー農園を中心に労働者不足が続いていました。そこで多くの日本人の行き先としてブラジルのコーヒー農園が設定されたのです。勇気ある日本人はこぞって出稼ぎを志願しました。ブラジルで数年間働き、金を稼いで日本へ戻ろう、そしていい生活をしようと彼らは目撃を掲げていました。しかし彼らがブラジルで直面した現実は想像とかけ離れたものでした。支払われた賃金は生き延びられる程度の金額で、生活はとても厳しく、異国の地でありながら不安定な状況に陥ってしまったのです。貯金するのは事実上不可能でした。そこで多くの日本人は帰国を諦め、ブラジルに永住することを決意しました。そして日本に戻ることは二度とありませんでした。年月が経ち、ブラジルに移住した日本人は大変な努力を重ねて自分たちの状況を改善していきました。日本人はみんなで一致団結し、助け合う国民性を持っています。ブラジルでも日本の文化や教育方法を守り、人を育て、社会活動や仕事を通してお互いの尊厳を高めるために日本人会を各地に設立しました。このようにして1945年に勃発した第二次世界大戦後の警察弾圧だけでなく、ブラジル社会における日系人への差別偏見をも克服することができたのです。当時日本はイタリア、ドイツと同じ敵国としてブラジル人から見られていました。また当時ブラジルに住んでいた日本人は、自分たちのように低賃金で過酷な労働を強いられている農民の苦労を子どもたちには経験させたくなかったため、教育を重視しました。そして多くの子どもたちが医者や歯医者、エンジニア、弁護士など社会的地位の高い職業を得ることに成功したのです。その先代の功績は今でも子子孫孫に受け継がれています。こうして日本人はブラジル社会で尊厳と称賛を獲得しました。現在ブラジルでは日本人は正直で、何事に対しても真面目、誠実、礼儀正しい、また仕事に献身的であると尊敬されています。またこの125年間に日本人はブラジルのさまざまな文化にも影響を与えました。例えば農業、食、祭り、精神性、芸術、文化、スポーツなどです。世界一と称されるブラジルサッカーにも影響を及ぼしています。1990年6月、ブラジル・日本の友好の歴史に新たな章が加わりました。日本の入管法、出入国管理及び難民認定法が改正され、何十万人というブラジル人労働者を受け入れ始めたのです。そしてブラジル日系人は1908年にカサドマルが神戸港を出港して以来、初めて祖先が歩んだ道を逆方向にたどり始めました。この時ブラジル日系人の労働者は、自分たちの夢以外にいくつかブラジル人に特徴的なキャラクターを抱いていました。例えば創造性、実行力や勇気、幸せに生きるための人間的温かさなどです。自分たちの祖先がコーヒー農園の仕事だけにとどまらなかったように、日本に出稼ぎに来たブラジル日系人たちも工場の仕事を超えて活躍の場を広げていきました。そして30年が経過し、現在は多くのブラジル人が日本に永住しています。